まあ、まあ俺は付き合いは別に俺が付き合ってる人のかわいがってる人間だから「よろしく頼むね佐野」って言われりゃわかりましたって「カルビケイジューナムる決まったあだそんなの当たりえじゃんうん 組織とうまくやってるんだ。いや今はないよ。うん。あ、いや吉良、あ俺の話も聞く？いやだな。<laughs> 意外とブイブイだったよ、俺は。ああ、イケイケで。ななんだかなけん金映えのケツケッタって嘘ついてたね。ケってるよ。てめえこの野郎。 お前歌ってんじゃねえぞこの野郎。大原薬局あ大阪に大原組っていうあの山口組の組織があってそこがあの覚醒剤の薬局やになってるからずっと売ってるらしいけどまあだったらもう。 捕まってんじゃないうん。俺はそことは、繋がってないから。以上です。蹴ってなかったよ。動画あるよ。ああ、それ動画切った後だな。勤務あえは、そういうところは、止めるから。うん。 残念はいはいでいいよな俺がなカッチンって来て蹴らないわけねえだろうてめえこの野郎ってまあまあもうそんな怒るなよお前ら楽しんだんだから うんだから分かったじゃあ蹴ってないのねうんじゃあ今度会った時に蹴ってみようかあそれでいいものがきこんな野俺が蹴られたの 俺が蹴られて静かにしてたと思うなめてんのか俺あいつのなあ祝儀さえも俺が包んでんだよままりのここの野郎だよなめてんのかよ クソがよだから行儀が分かんねえ連中はもう付き合わないからもうどうでもいいんだよ。「金刃絵に帽子を取られて吐いた」「吐いとお まあ、とにかく、俺がああいう場面で、うなちゃん、うなちゃんって言われてるのが、お前らにとって、ムカつくんだろよろしく、佐野ちゃん。ああいうところ、得意中の得意だ。うん。帽子取られて、取ったらンなんだよ。おい。 は <laughs> 食ったらねえな。それしかや,やることねえのかよ。おい、佐野いなかったらてめえの配信なんて、クソみてえな放送なんだよ。やめろ。おい、どこが嘘のブキミンブロックです。ごめんね。俺。 裏目はないけどバカはカットだからいさよならバカはカットだからえもう来ない でくださいうるせえんだよな恨みはない別にそんなやつにただ そんないつま何を言ってんのかなこいつはって全部嘘え全部はどこからどこまでなの分からねえあいいよじゃあ全部嘘なんだったら もうその手で俺の枠は見ときな風呂の話なんかしてねえんだよこソがようるせえんだよ 俺がいじめられて人生終わった理由をバックしてやろうかいやそれは俺知らねえなんかいなんかあったん俺はおめえの人生を知らんからうんなんかあったそれは俺は言われても 自分でけ解決してなってなるしはないよ。うん。なんかあったって。俺にいじめられた俺いじめれてないよ。うん。 アンジは夕方暇なんだな。いやわかんねえ、忙しいかもしんねえし。うん。嘘じゃない。瞑想を。あ妄想して実際にしちゃう病気なんだよな。あ、じゃあ少し落ち着けよ、んなの。うん。 俺は別に怒ってねえから大丈夫だってうんな小学校の頃ずっと給食当番やらされてた佐野くんあもちろんうんなんかさ それさえやってきゃいいや。うん。かなぁ。パケ作りやれよ。え、俺が覚醒剤とか、やってる体にしたいのだって俺全国、10本なのに、10回も、 警察に捕まれて一度の薬の罪はないからね。はい、ブブー。はい、ブブー。へえ。 南部ってて呼ばれてたんだねあ、中学校の時は俺はそう呼ばれてたねうんまああんま生意気なこと言うなよお前らってまあぶっち 寝てだからね分かったなって <laughs> 俺がいじめられてたような気がするか俺は俺をいじめるやつはいなかったなうんすごい俺強かったから うん、ごめんねまあアンチのみんなからすると佐野があの当時中学の時にどんだけのもんだったのかは知らないんだよなうんだからうん見た目 たくないのはわかるまあでも俺はそんな時代を生きてきたからまあいいんじゃない まあ、とにかく佐野は立川全部ぶっちめてたから意外と強かったんだぜうんへへっ いかばそんなには多くなかったけどまう、うんまあそれなりにいや当時の話ねダリュウ当時の話だから。 当時は、もうすごいんだから、俺はダサいかもしんないけど当時はすごいに決まってんだよ「鳥ちゃんありがとう窓決まった。 あだありがとうございます昔の作り話は飽きたうん、もう、まあでもめくってくるやついないからねめくれねえんだよ だってそれが事実だから。ね。フティッカム時代はすごかったと聞いてます。ああ、同時視聴が1万6千人とかだったかな。うん。 うん、まあそんなもんだったかなまあ今の時代はまあ、うん、こんなもんだと思うけど今は 2000人だから800分の1からま減ったのいや分かんねえそんなの毎回俺計算してねえからうんやっぱりうなちゃんマンはうなちゃんマンだからうんご申し訳ない うる,せえなうるさいほんとにな静かにしてろよ事実がそこにあるんだから過去の。 ね、それはお前らが否定,否定したいのはわかるんだ見なかったことにしたいのはわかるんだけどもうそれはそこにあったことだからもう消えねえんだよもうしゃあねえだろなソファーは出る汚れたのとか何を言って ってんのかもうそんな小さいことでしか佐野を責めれないのもっと来いよおいおい何もできねえだろまあ、なたがマジキモい。 まあま,まなたっていうのは別に何言ってもいいんだけどこんなのはなんでソファーを捨てたんですかいやここにソファーあるんですけどまあ